それではタイムをしっかりと体に刻んだということで、次には実際に振っていきたいと思います。まずはストレートのみのタイミングで振っていきたいと思います。まずですね、説明をしなければいけないのがタイミングというのが、まあうちのチームとしては2つ考えておりまして、まず最初にピッチャーのモーションに合わせてこう取っていく、投げるまでの動作、これをまあ第一タイミングというふうに呼んでいます。で、実際に取り終わって実際に球がリリースされたところからインパクトまでの、このいつ振り出すとかいうところをまあ第二タイミングというふうに呼んでいます。これに関してはもう音を聞いて、それに反応して振って、実際にそれが 0.4 秒に間に合っているのかどうかというような練習法になりますので、もう第一タイミングが取り終わっているところからスタートということになります。それではやってみたいと思います。では第一タイミングを取り終えた形ですね、まあ、いわゆるトップと言われている形になると思います。で、実際にこう足を上げた位置がトップの子は足を上げたところからのスタートになるんですが、まあ彼の場合はおそらく足をついたところからスタートになると思います。じゃあここの形ですね、はい、でマネージャーがまあタイムキーパーだったり音を鳴らしてくれたりします。最初の音が、まあ、いわゆるピッチャーのこうリリースをした、という合図で、そのリリースに対して反応して、まあ、振った、でそのブンとなる位置に実際に 0.4 秒の次の音が鳴るわけですから、そこに、まあ、間に合っているのかどうかというのは、まあ、本人が一番わかると思いますので、それを見ている人間も注意をしますし、実際やっている本人もそれを感じていくということになります。続けていいです。いきます。少し遅いです。まだ遅い。いきます。まだ遅い。いきます。これで合ってると思いますね。いきます。これぐらいの速いタイミングでないと、実際の150、60キロというのは対応できないと思います。で、これが実際に彼も感じると思いますが、かなり速い振り出しじゃないといけないなというところを、まあ、感じるというところも意図になります。